倒してオーストカップのベルトを絶対に取りたいと思います。全体的に何でも倒せる武器っていうところが僕が他の人に負けてないところだと思ってます。相手のいいとこを潰したりする、そういう技術とかテクニックがすごいあるなっていう印象です。上叩いて跳ねて、日本で僕が東海圏の中で一番練習していると思うんで、そこが僕の強みです。大崎選手パンチも蹴りも強いんですけど、僕の方が勝ってるんで、しっかり KO で倒して勝ちます。まあ、いずれは世界ベルトを取れたらいいなと。しっかり今回フォーストカップのベルトを巻いて、フォーストカップのベルトの価値をどんどん上げていきたいと思います。最後は僕が必ず勝ってベルトを巻いている姿を皆さんにお届けするので、応援よろしくお願いします。僕がフォーストカップのベルトのところを皆さん見に来てください。第8試合、フォーストカップ日本スーパーフライ級王座決定戦、3分3ラウンドを行います。赤コーナー、OECG 名所属、J ネットワーク WBC 日本スーパーフライ級王者、大崎ディープキック53キロ王者、コーダイレフリー宮本。なお、この試合は引き分けの場合最大2ラウンドまでの延長があり、最終5ラウンドはマスト判定により勝敗が決められます。触っていけよ、どんどん先。おい、足つくんでいくぞ。
動きながら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 
偶然のバッティングによるドクターチェックをさせていただきます。しばらくお待ちください。こうやけるみ出ないから。大崎幸喜選手、バッティングによるドクターチェックを行っております。上の左まで行けよ。
か、大輝が引いた、合わせよ、合わせよ、来た来た、動け動け、おい採点の結果を発表いたします。ジャッジ水岡30対30ドロー、ジャッジ篠原30対29赤大崎、ジャッジ宇奈崎30対30ドロー、両者に異論はありません。延長戦に入ります。最大延長は2ラウンドとなります。Thank you.
採点の結果をお伝えいたします。ジャッジ溝岡10対9、青光大、ジャッジ馬崎10対10、ドロー、ジャッジ篠原10対9、勝ちました光大選手にはチャンピオンということ認定証が、主催アメストホストチームジャパン代表森井勝治に贈呈されます。認定賞ホーストカップ初代日本スーパーフライ級王者光大殿、記念は2019年5月26日に名古屋国際会議場に行われたホーストカップ日本スーパーフライ級王座決定戦にて見事勝利し王座についたことを認定し、ここに称します。2019年5月26日大会エグゼクティブプロデューサーアーネスト・ホースト、大会実行委員長主催アーネスト・ホーストジムジャパン代表土井勝春、おめでとう。そしてチャンピオンベルトが巻かれます。Thank you.
そして LJK 西日本選手会理事長雪本俊正様より優勝トロフィーが渡されます。そして朝日カルピスビバレッジの副賞も贈られました。カメラ、ビデオカメラ。はい、伏瀬さん。エミリオさん。それでは陸上では記念撮影をさせていただきます。じゃあ、あとこちらへ。見事、死闘を勝ち越えてチャンピオンとなりました蓬莱選手です。それではワンショットで記念撮影をしていただいた後、マイクアピールをいただきたいと思います。それでは蓬莱選手、会場の皆様に一言をお願いいたします。香川道場の蓬莱です。今日は会場にご来場いただいて本当にありがとうございます。で、対戦相手の大関幸喜選手、ありがとうございます。大関選手は僕、そうですね、アマチュアの時からも試合見たこともあって、一応練習もしたことがあって、すごく強い選手だと知っていたので、今回接戦だったんですけど、勝てて本当に良かったです。放送カップ、去年からこの53キロのスーパーフライ級のチャンピオンを目指して頑張ってきたんですけど、今回やっとタイトルマッチをやらさせていただいて、見事勝つことができて、ベルトを取ることができて本当に良かったです。目標をやったのですごく嬉しいんですけど、ここで満足していたら、そこら辺のいる同じ選手と一緒だと思うんで、僕はもっともっと上を目指して、一流を目指しているんで、これからも上を目指して頑張っていきたいと思います。今日ベルトを取って分かったと思うんですけど、僕がこの階級ので一番強いと思います。これからも自信を持って頑張っていくんで、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。見事世界日本スーパーフライ級王者となりました蓬莱選手でした。一応盛大な拍手をお送りください。